お疲れ様でーす。うまい、うん、いいっすね。うまい。どうすか、負けてんすか。まあどうすか、負けてんすか。ね、まあ、ちょっと待ってください。あのこっち見てるけど、お前にも言ってる。二人に言ってんだよ。こいつなんでさ、負けてんすかっていう時はさ、まあ、私関係ないし、お前でしょみたいな顔すんの。お仕事帰りにいつもの店に集まるメンバー、今宵も友達引き連れて4名様がいらっしゃい。さあ何の話題で盛り上がるのか。いろいろ今まで教えてきたのにね、全然そのちゃんとやんないから。やってるよ。本当にやってる、やってる、すげえやってる。あ、本当に本当に。じゃあ負けるとしたらちょっとやべえっす。いや違う当たってるけど伸びない、わかる。だから伸ばし方を教えていただければね、僕はもっと勝てると思う。やめましょう、そういう嘘みたいな話を。伊藤さんと一緒ですよ、そういう嘘つくの。本当に出た、今日も伊藤さんと。そういう嘘はもう本当伊藤さんの先輩特許ですから。あ、そうなの。だいたい夕方の17時とかに編集部でなんか収録ありますっつって、はいはい、伊藤さん来なくて、で5分ぐらい過ぎたら伊藤さんから編集部に電話してくれるんですよ、うん、でなんで電話しねえんだよってまず一つ切れる。意味わかんないじゃないですか。すごいね。でその後編集部来て、いやなんかビデオボックスで寝ちゃってさ、いや知らないじゃん。国際の。で最終的に、いや俺が一番最初にババに来てたからねっつって。遅刻した挙句それを全部言い散らかして帰る。なんで君はそうやってさ嘘ばっかり言うわけ。お疲れです。お疲れ様です。これあの例の伊藤のやつじゃない。いや今ちょっと綺麗で入ってきたから、まず一回押さえとかないと。一応、ね、あとだからなんかちょいちょいネタにしてくれるのはなんか ありがたいのかな。なんで嘘ばっかり言うのかなと思って。何が嘘ですか。いや今のなんかちょっと聞こえたけど嘘じゃん。集合時間に遅れたのは間違いないですけど、ビデオボックスで寝坊しちゃったんですね。切れてたのも本当ですよね、現場来て。切れてはいないですよ。いやちょっと伊藤さん勘弁してください。いや俺が一番最初にババ来たから。まあそれは言った。それは事実なんだけど。まあいやほらそうやって言うからさも俺が毎回遅刻してるかのようにみんな印象つけられちゃうんですけど。何回に1回ぐらい。3回に1回ぐらい。多いわ。そろそろほら、パチスロ番組、パチンコパチスロ番組だから、それで、ね、そっちの話する。来て何言うかね、やっぱね、パチスロ番組だからね、そんな話した方がいいと。俺もちょっと遅刻だとね、俺に火の粉が降ってきそうだから、遅刻は。どうしたんですか。どう最近のパチスロは。いやでもね、毎回ここでいろいろ皆さん、まあ、そうか、伊藤さんもほら、養分じゃないですか。いや俺は元プロよ。もうもっとつけちゃう。今何でよ。え、だからあの何度もねその現場に行ってこういう風にした方がいいですよとかいろいろ教えたのに、一向に身につかないのは結局ここで一回教えただけで終わっちゃうからだと思うんですよ。普段から見てなきゃいけないと思うんで、うんうん、で俺はだからパチスロサイト7を見るのが、あスロサイト 7TV を見るのが一番いいと思う、ね、めっちゃ見てるもんね。僕はもう本当にビデオボックス止まって、うん、ことを済ましてサイト7見て、うん、でことを済ましてサイト7見るっていうのを繰り返してましたから昔は。本当にその情報いる？見てます。いやそもそもこの番組サイト7ですよね。うん、サイト 7TV だよ、うん、見てます。見てる、サイト7。すごいなんか不安げな顔なんだけど、どうしようもないですね。だって僕ら出てるわけだからね。私これ YouTube で見てる。でもまたあの、まあ、実践番組だけじゃないしいろいろあるんで、うん、まあ、とにかく勉強になるし、うん、お前らみたいににわかは日々こうパチスロに染まってた方がいいはずなんで、わかりました、はい、僕のコネをフル活用して、ほう、まあ、そのサイズ 7TV を勉強する、うん、いいところを押さえたんで。わかりました、うん、はい、ね、これ明日、はい、何時か。明日7時です、はい、は7時です。7時、7時です、はい、いや早くないですか7時って、ね、新鮮な対応がすごい僕らはいいなと思う。え、なんでなんで、だって7時って一応電話したら何時でもいいですよって言ったんで、じゃあ7時でって言ったの、うん、いやなんで7時なのよ。いやちょっとみんな7時いいよいいよ。ちょっと早くないですか。そのくだりいいよ。はい、ということで、はい、皆さんサイト7さんの会議室の方をお借りしまして、うん、今から見ると、はい、見ることが勉強ですから。なるほどね、はい、うん、お前らみたいなそのどうしようもないその、いやお前らみたいなってすごいポジションだね。なかなか
俺ですか、うん、まあ、こんなこと言うと俺一番キャリアしたんですけどね偉そうに、まあ、とにかく見るってことで、はいはい、会議室をお借りしまして一度後ろにこうある程度厳選して、本当はもっといっぱいあるんですけど、なんか倉庫いっぱいになるぐらい本当はね、あるらしいんで、すごい昔のとかでテープみたいなの、はいはいはい、私は今これDVD とブルーレイが並んでますんで、ちょっと皆さんでちょっとこれ見たい、はい、あれ見たいみたいな、俺も知らないの。でもこれの仕事人とかぶらりパチ旅とかちょっとなんかどういう全然知らないですからね、誰が出てるかもわかんないですからね、うんうん、これさ数字ついてるじゃないね、この数字がちっちゃいほど古かったりするかな、ちょっとじゃあパチンコで温泉の一発目見ます、やっぱそれはまず僕らもささあということで、皆さんなんとなく DVD 今見てこれ見たいな見たくないな的な感じで、うん、持ってきましたけども、うん、なんとこのサイトセブン、はい、2005年からどんくらい前からやってんのかなって、うん、そうなんです、12年ぐらいになるんですね、そうです、うん、だから健太と同い年ぐらいじゃないですかその情報いる、ね、下に今写真出てないですか、いや出てないよはい、はい、まあ、それこれはやってるということで、うん、伊藤さんその懐かしいの見たいっていうね、うん、はいはい、あれで古いやつ見てみますか、うん、ちなみに今持ってきてもらってるファイルが設定士からの挑戦状という番組、はい、まあそうですね、設定の鍵の前の前のやつです、そうです、あ、そういうこと、そう、あ、白川さんのやつですね、だと思います、白川さんもじゃあ相当長くから関わらないってことですね、おー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 、チラッて映る機種がちなみに白川さん僕と同い年なんですよ、あ、確かに、はい、同級生だ、4号機ってことですよね、おそう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 、初代の番長、おー、実は一番出た設定が私ずっとやってまして、設定4だったりとかしますね、はい、こんなの聞けないですね、うん、すごい、まだ広告、しかもこの時代って広告規制の前だから、全然今日はこの島何々ですみたいなのを歌った上でそのやるとかも確かできたはず、なんかお昼ぐらいになったら札出したりとかもありましたよね、その中でもあこの辺から見た方がいい、もうこの辺から見た方がいいんだと、もうまたね後ろのポップとかもちょっと見ちゃうよね、これ あとデータ機だから、ほら、だって1000とか3000とか貼ってあるもん、閉店後にやってんすよ、ああよかった、普通にできるやつですよ、今でもびっくりしちゃった、まさか当たんないとかこんなに使わないよね、いや、わかんないですよ、復活復活じゃない、うわ、いや、なんかこうやって見ると斬新変更してると思う、でもそれでやめるやめないの判断を多分今してるんですよ、ね、終わったえ、え、当たらず終わっちゃった、当たらなかったです、あ、でもこれ続きだったんじゃなかった、いや、だもう次は当たりますよ、来た来た、さあ、これ当たる、これ当たるでしょ、やっとおまだあるよ、まだあるよ、問題はこの後がビッグかバケですよね問題は当然ビッグですよ、効果音とかこれないんだね、この頃ってビッグ映しちゃダメとかそういう時代、いや別にそういうことではないと思う、残り10やばいやばい、終わりのパターンだぞ、次見ますか、そうですね、もういいかな、他、あ、じゃあなんか僕みたいの1個あるんですよ、ほう、はい、このね、ウチとヒカルの面白い人々、ああ、今も普通に人気、はい、超人気番組ですけど、これの第1回目結構長でしたっけ、始まってから、え、だってこんなにありますよ、1回目って誰なんですかね、ゲスト当てます、え、わかる、いつかもわかんないじゃん、時代が、うん、ゲスト当てなくていいですか、え、じゃあ当てようか、え、みんなで誰、一発目誰なんだろう、大御所じゃない、やっぱ、え、普通そうなるよね、うん、2人って感想ありません、なんで一発目ゲストなし、なし、2人で喋るこの番組どういうことかって、これからこういうのやってこうみたいな、想像つかないですね、全然つかない、ちょっとやっぱもう、やっぱ見ますよ、見よう結果見よう、うん、ブラサー師匠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 をするようなきっかけをさあ、というわけで記念すべき第1回目のゲストはこちら、ドン、ブラサー師匠でございます、ブラサー師匠です、ね、はい、どうも、
2012年の10月18日さっきまで不安でしょ。新しいですね、やっぱそう考えて。まあまあそうですね。てか親がおじさんになりすぎて4、5年前ぐらいだとまだまだ最近ぐらいの気がして。我々が多分一番お世話になってる先輩の万発ヤングの分かってもらえたシャープ1を。なるほどなるほど、それは見たい。噛んだりしてんじゃないですか。今回からガンガンです。広志、おっさんだけど広志ヤングですみたいな。そういうコメントで俺ら何も言わねえかんな。そんなにどもんないでしょ。やっぱに、ああ髪の毛まだ立ってますね。でもそんなに変わらない。ヤングさんがちょっとは今ヒゲ生やして白髪だから、まあ多少変わったか。なんかシャープ1が2012年だそうです。2012年じゃそんな前の気しないですね。5年前ですね。ちゃんとやれよ。あらあら正月何も変わってない。あらあら正月ブレないね。僕もやから、あなたもやから、はい、ここの店長なんか超やからです。そうね、始まりましたけど5年間同じやな。すごいな、芸風にブレがない。ブレないね。この頃からトーク長すぎるし、ね。まあ、そうだ、オープニングトークとかがこんだけ長くなってるのはお二人の影響はかなり大きいと思いますけどね。大きい、他の番組とかでも。ヤグさん僕と好きだから。151ゲーム回したところで、こっからなんですね。じゃあ次行きますか。はい、まあ、僕がこの業界始めてきた時に、僕いろんなライターさんのモノマネとかを細かすぎて伝わらないモノマネのオーディションでやって二度と呼ばれなくなったって経験を持ってるんで、本家のあの僕らが知ってる細かすぎて伝わらないモノマネの方ですね。そうそうそうの方で細かすぎて伝わらないパチソーライターのモノマネをやって、その時に僕がよくやってたのが、まあ、あのビジュアルエイジさんの、ビジュアルエイジさんのモノマネを、はい、本家で石橋さんとかの前でやるわけ。っていうか、まあそこの番組のやるためのオーディションでやってるの。いやそれ誰って誰でしょ。なんで今回そのエイジのパチンコで温泉、これオープニングがめっちゃいいんですよ。いきますよ。はい。あーいいっすね。え、パチスロ番組ですよね。あーパチンコって言ってきた。あ、すぐ始まっちゃった。後ろで流れてるこの曲が、そのプレゼントをご覧いただきましょう。いい、ね、こちらです。いいですね。どういうことですかこれ。いやだから勝ったらもらえるためのプレゼント、はい、というわけで新潟県は越後湯沢駅にやってまいりました。これプレゼント場所もわざわざ英二さんが紹介するわけ。パチスロ番組ですよ。これ旅チャンネルなの。チェスサイトセブン TV です。これちょっと待って、これプレゼントでしょ。ここプレゼントでお届けするところのパートまあまあ長くないですか。制作が爆笑してるからうちの。ぜひやってみてください。今度はお腹が減りますよね。いつパチンコ打つの。もうちょっと待ってください。ご存知かと思いますが、どうかな。あんまり得意じゃないんですよ。見たことないでしょ。なんで今回は一番わかりやすい。なかなか簡単には光らないもんですね。まだ2回転ぐらいしか回してないですけど。そういうもうやっぱりビジュアルさんの見てほしい。見てくださいこれ。入れる、叩く、押すのくらい見てください。これ美しいでしょ。あのカットこれなんですよ。俺が伝えたいのはこれなんです。だから本当いつか俺もちゃんと本人のかね、お会いして本人の前でちゃんとモノマネしたことあるんですか。いや、ないです、ないです。だからご本人からあの許可もらいたいですよね。じゃあこの画面通してエイジさんに言っといたらいいんじゃないですか。今回のね、この4名様で皆さんに温泉をプレゼントしたいということで。怒られるじゃん。いやでも似てると思うよ。すごいクオリティ高いよ。さあ、はい、いろいろ見てきましたけども、はいはい、ここで、うん、皆さんも出てるわけじゃないですか、はい、このサイズセブン、はい、お世話になってますよ、はい、初登場の皆さんの初登場をご用意してあります。だって俺とか結構昔な気がしますよ。わざわざ用意してくれてるの。見たいでしょ。伊藤さんのは見たいな、うん、僕は万発ヤングプレゼンツ、パチンコパチスロお笑いライブ笑ってます。あ、はい、だから
ライターじゃないです。当時あれあったんですよね、あのパチンコパチソロライブで芸人さんがネタやるんですけど、うん、全員パチンコとパチソロのネタやってたんですけど、俺らだけパチソロライターのネタやってたんですよ。そう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 。そう、その知ってる具合がちょっと尋常じゃなかったんですよ。マニアックすぎるところだった。そう。これは面白かったな。これは2013年の7月。ありがとうございます。これが僕のデビュー。たくさんやらせてもらってるんですけど、今回は切れやすい。ああ切れやすくないです。切れやすくない。うん、ああ残念。あなたは大崎さんにはなれません。そうなのね。いやいや。いるから。まだいじっていいかとか分かってなかったですよ。一発目だからね。切れやすくないんです。切れやすくないです。父親がハゲている。ハゲてますね。じゃあの父方もしくは母方の親戚がハゲている。ハゲはいません。ハゲはいない。残念。うん、あなたは伊藤新さんにはなれません。ふざけんなお前。伊藤新さんって誰？ねまだ知らない。知らないから、ね。知らない。知らないからそっち向いて喋れますけど、うん、僕は知ってるからこっち向いて喋らない。いるの。いるのね。なれないですよ。好きだ。音楽好きです。音楽好き。音楽好きです。じゃあビジュアル系バンド好き。ビジュアル系バンド好きじゃない。ここか。残念。あなたはビジュアルエイジ。大好きだからですよ。大好きだからです。ビジュアル知らないの。エイジのパチンコで温泉見てる。ブレてる。本当にファンファンなんだね、やっぱそれだけ好きなんだ。皆さんにどうしてもモノマネね。欲しいな。これが面白い。初めて。面白い。見ちゃった。見ちゃうもんね。ね。置き去り感がすごかったね。さあそして行きますか、山内さん。私。なおちゃんは何が最初になるの？こちらいただいてますよ。そうですよ、レオこと Z のレディーステディー GO 77回ってなんかめでたい回に出たんだね。あ、本当だ。シャープ77、ね、見ますか。あれ2013年9月だ、ほぼ一生ぐらい、まあ、俺のちょっと6年前ぐらい。うわ来た。あ、かわいい。あ、レオちゃん若い。かわいい。さあこれですよ、問題は。今日のゲストは山内奈ちゃんです。よろしくお願いします。あ、若い。でもそんな変わらないんじゃない？いや、むしろ今のが若く見えるだって、なんかおばさん臭すごいもんね。服とかも全部ほぼ一緒じゃん。ケツ出てんじゃん、お前。ケツ出てんじゃん。ああいう人ばっかだったんだよ。ああ、そうだね。よく着てたよね。ケツばっか出してたの、この頃。出してた、出してた。よく出してたもん。初行きたい。までに一番長い。もう死んだ。レック中の外れで。でもやっぱ変わってないですよ、そんな。言っても。いやもうケツ揺らすぐらいしかやることないだもん。ケツ揺らすぐらいしかやることない。じゃあ一番変わった人見ますか。伊藤さんだロン毛だったっていう可能性。それは分かんないですけどね。まあ、設定の鍵、セカンドステージシャープ38。はい。じゃあ確認しましょう。これお宝映像ですよ。俺とかなおちゃんの本当多分今でもそんな変わってないですけど、うん、でもそんな昔でもないんじゃないかな。伊藤さんケツとか出してないですよ。いや大丈夫、出してないわ。ちょっと後ろ回ってケツ出てるってことないですか。2008年ですよ。2008年。あ、まあまあ前ですね。2008年、約10年選手。2008年の11月。うわはい、あの照明いらずのあの方をですね、照明いらずのあのあれにしております、ゲストはですね、伊藤真一さんです。ようこそいらっしゃいました。どうも、よろしくお願いします。ゆりによってこんな難しそうな人痩せてるね。痩せてるね。確かに。いやいやいや、カリコリじゃないですか。あとスロプロって肩書き何なんですか。そうだよ。今のだって俺これの時1週間ぐらい前、1週間撮影の前1週間から毎日来てデータ取ってたよ。確か私をフォローしていただくということで。何すかそのやる気。伊藤さんやっぱスロプロの時の今の喋り方の口、コロナそっくりですよ。そう、あの今のなんかでもね、コロナ君の雰囲気とちょっと近いもの感じる。ね、近いよね。約束の方が高くなると思う。そうなんですね、やっぱり。人って10年経つとこんなになるんですね。こんなに劣れるんですね。いかがでした皆さん。サイトセブンの歴史から始まり、古い番組見て、うん、今の見て、バラエティに富んでますよね。すごい、ジャンルが本当にいっぱい、うん、だってまだ全然見てないけど、こんだけあるわけじゃないですか。これの何倍もあるわけです。あ、すごいね。
こういう番ガチのやつ出てた人間が、うんね、その後何年かしたらハゲスロみたいなことをやるっつったらもうなんか倍ぐ変わったなと思って。確かにハゲスロとか玉くしげもね、あの見ればよかったですね。ああ時間が ねあれば見たかったですけど ね、はい、いやこの回楽しいね。俺これなんかずっとやってたい。いや俺まだ見たいっすよ。ね、めっちゃいろんなの見たいっすよ、うん、僕はあのエイジのパチンコで温泉リターンズを楽しみにして待ってる状況になりますんでね、はい、でちなみにこの後、はい、これ今までいろんな番組、今までやってきた番組ですよね、うん、はいはいはい、今やっている番組の見学に行きます。おお、ガチで、ね、ガチで行くんです。番組今日どっかで撮影してるんですか。そうです。ああ、そうなんですね。すぐに行きますんで、まあ、本当もう時間もないんで皆さんすぐ出てください。どれだと思います、どれだと思います。え、どれだろう、どれだと思います。ヒントはパチマガギガウォーズです。答えじゃねえかそれ。ヒントじゃなくて、ね、ヒントはどうします。行きます。行きましょう、行きましょう、行きましょう。失礼します。え、はい、なんすか、なんすか、こんにちは。おはようございます。おはようございます。どうもおはようございます。はいはい、せーの、4名様です。よろしくお願いします。すいません、すいません、どうもどうも。なんでしょう、なんでしょう。いや、実はその、はい、皆さんにお話を聞こうということで、はいはい、なかなかないんですけど、サイトセブンの番組でパチンコパチスロするんじゃなくて、パチンコパチスロ収録してるところを見に来て話聞こうっていう。うん、もちろん知ってるんですけど、はい、自己紹介のこと、はい、自己紹介のことを、はい、自己紹介の方を、はい、はい、私パチンコ攻略マガジン攻略軍団長のドテチンと申します。よろしくお願いいたします。ドテチンさん。はい、そして、はい、シルビーです。よろしくお願いします。シルビーさん、名前特に肩書きは肩書きは特になし。はい、攻略軍団のしのすけです。よろしくお願いします。よっ、ちょっとまあ我々まだこの番組始まって、はい、まあ、短いんで、はいはい、長く続ける秘訣的な、はいはい、あればやっぱね、ありがたいね。やっぱりね、秘訣、やっぱ一人土台がしっかりとしてるやつがいるとね。出た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 。じゃあ自分でね、褒めるしかできないけど、褒められないそして、まあ、こうやって映像で、はい、まあ、パチンコパスをしていかなきゃいけないわけじゃないですか、はいはい、まあ、特にパチンコだと思うんですけど、はい、そうなんか気をつけてることとか。やっぱり僕うるさくなるんで、はい、角台を打つっていう感じですかね。周りのお客様にね、パフォーマンスが下がっちゃうんで。ベーシックなやつじゃないのそれ。いや、僕ね、シルビーさんのその下ネタの返しというか流し方というか、うもう本当その辺の格闘家レベルでこうすごい綺麗な。そうですか。強よく。あ、今この何保留がみたいな。飛んできた下枝もし。これあれがすごい、やっぱあの技術はどこで身につけたのかなと思って。技術ですか。やっぱでも男性が多すぎるんで、もう来る球全部避けてこうと思って。まともに聞いちゃう。まともに聞いちゃう。全部避けてたら切れないぞってところで。はい、勉強になるね。じゃあもう最後に。この番組収録において大変なこととか、でその大変なことはこういう風にした方がいいよみたいなアドバイスもあるといつね。大変なことそんな、まあうちらはこう結構やりながらワイワイ楽しくやってる感じなんで、そこなんですかね、やっぱり楽しむ演者がやっぱ楽しまないと、やっぱこう見てる方には伝わらないのかなという。これはすごいいい言葉ですね。すみません、本当なんか今から収録なのにお時間取らせてもらいます。ありがとうございます。邪魔しないようにすぐ帰りますね。ありがとうございます。この後も頑張ってください。ありがとうございます。失礼します。あれね、ドテチンさんもじゃあ乙女か。収録の邪魔ですよ。いや、そうだ、ただ邪魔してるだけだよ俺ら。何言ってんすかね。昔の銭形平次だ。あー、渋いっすね。渋いのっとるね。銭形平次いいやつだよあれ。いや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 、よいしょよいしょ。よいしょよいしょ。さあ、ということで、はいはい、どうでした今日一日。まあ、まあそうですね、うん、はい、どうでしたか。もっともっと見たかった。見たかった見たかった。あのいっぱいあった DVD、 もっと見たかった。 あ面白かった、ね、よかったし、あと普段ほら撮影現場を見るっていうのはないじゃない。あでも、ね、自分たちが、ね、撮られる側ではあるけども、うん、ちょっと新鮮だったなでしょ、うんうん、にしても痩せてましたね。
ねえ、首があったもん、うん、今ないじゃないですか。ほっぺたが違うもん、ほっぺたが、うん、まあ、歴史ありですね、人に、まあ、そう考えるとそうですね、うん、だってもうね、長いじゃないですか、で出演してめっちゃ僕らの時ってあの時代だとまだそのやっぱ雑誌がメインっていうイメージが強いので、あとだからそれこそもっと昔だったら今日僕とかがああいう現場にいてドテチンさんとこう同じ画面に入るっていうのも結構見てる視聴者の人からしたらうわーっていう感じだったと思う。その雑誌が違うとその人たちが同じ画面の中に入るっていうこと自体もまだそんななかった時代なんで、今別にね全然雑誌関係なく、それこそこのテレビがテレビというか番組がどんどん増えていくことによっていろんなライターさんがこうどっかで絡んでって今みたいな形になってる。確かに他の雑誌に出るのはあれですけどね、そうそう、それは無理かもしれないけど番組ではね、伊藤新秋山の前回激しく相当って番組あったんですけど、あれもったいなかったですね、やっぱ今こうやって見ると。え、そうかな。俺はちょっとホッとした部分もあるけどね。で、参加してくれたゲストのライターさんとかも結構いろいろやってくれたもんね。 そうですね、それは結構貴重だったんじゃないかなと思うけどね。新谷さん、新谷さんだとかすごいもんね。新谷さんすごかったね。あれとかすごかったですよ。フルフェイスのマスクかぶって革ジャン着て自転車で田畑の将軍さんの屋上に自転車で来て降りて伊藤さんに俺の名前を言ってみろって言って、あれは映像映像なしても映像です。だからそういう意味ではこんだけバラエティーとね飛んだことをギリギリまで見ててくれる、ギリギリまでやらせてくれるサイトセブンさん、いや確かに、だから度量が広い。だってだって僕ら本当始めた時半年だ、何だったらワンクール3ヶ月みたいなぐらいでいいからめちゃくちゃやっていいよみたいな、何でもみたいな、そうそう、それがあ半年できるのみたいな、何だったら9ヶ月ぐらいできちゃったんで、もうちょっと作らせてくれた。だから後半もう最初結構えぐいつないのやったから、うん、あれ超えなきゃいけないみたいな、ハードルが上がっちゃった。後半どんどんえぐくなっちゃう。しかもそこに出てるライターは6年前にあの設定の鍵とかつってガチプロやってるんですよ。本当に。だからあれですよ、本当いろんなとこで見れるんで、うん、ぜひぜひその CS 入っていただいて、入れないんだったら入れなくてもそれ見る方法いくらでもありますんで。あ、そうそう、今ネットとかさ、ね、スマホでも見れるもんね、はい、そうなの。そうです。え、なんで出てんの知らないですか。出てる上にどっちかっつったらこういうのを宣伝する番組だって、何やってんの。パソコン、本当にだからにわかなんじゃないって。本当にわかすぎるんですよ。携帯で見れちゃうのね。これで普段ほら見てたら勉強になるし、あの台こういう風に打った方がいいんだみたいになれば、でこれを今までやってきたサイドセブンのデータ、パチロボとか勉強しましたよ、ビグモとか、はい、そういうのに取り入れて行く、データ見る、データ取る、ビデオボックス止まるね、でそこでサイトセブン見る、うん、で朝起きる、パチスロ行く、うん、データ取る、ビデオボックス止まるの、この永遠のループができる。いつ帰れるの。お家に、自宅に帰れないです。これだと俺の 5,6 年前です。俺その頃の秋山くんしか知らないから。で何がすごいって、今話したパチロボも、ね、ビグモも、そしてこのサイトセブン TV、 パチスロ、サイトセブン TV も、うん、全部大黒電機。DKD ヒーヤンス。いや違う違う、それ違うやつでしょ。え、なんすか、え、なんすか、何かのこと大黒電機ヒーヤンス。DKD ヒーヤンス。DKD じゃないですか。大丈夫大丈夫、オリジナルオリジナル。あ、よかったよかった、びっくりしちゃった、なんか似てるの見たことあんなと思って。一個だけ難しいのは、あの多分後輩なんですけど、面識ないんです。怒られるぞ。すごいね、他事務所。確かダメじゃん、これ話尽きないですね。そうそう、終わんないよね。だからもうぜひ、だから今もサイトセブンですけど、うん、だどういう見方してるかわかんないですけど、まあ、シーズン入ってみるのもこういう楽しみだってできるし、うん、まあ、今のままでもいいと思いますし、うん、まあ、とにかく楽しく見てもらえればね、他にも余裕ありますよっつって、はいはい、チェックしてもらえればいいなと思いますね。まだまだ話し足りない4名様、この続きはまたの機会。それでは皆様ごきげんよう。